藤川球児氏監督就任会見、当然勝ちに行きます。阪神の藤川球児新監督44が15日大阪市内で就任会見を行った。縦縞ストライプのネイビーのスーツに黄色のネクタイで会見場に登場した。目指すものは勝ちに行きます、当然勝ちに行きます、力強く宣言した。藤川氏は第一声でこのチームにはビジョンがあってと歴史を語った。決断理由は特にないです、自然なのかなと、自分の下す決断に自信を持てる、自分の決断に間違いはないと話した。岡田監督から受け継ぐ形にもなったが、それも全て必然、何も不自然なことがない、これも運命なのかなと語った。恩師の岡田監督から学んだことはやっぱり普通にやったらええ、それに尽きるかなと、とした。背番号は22、未決定。正直岡田監督からもらった番号でなければ全くこだわりがなかったとこだわりを明かした。選手機関にはこの日の朝に連絡をしたという。頑張れよ、またすぐ行くからと言葉をもらった。理想のリーダー像には岡田監督ですと即答した。優勝を狙える戦力が揃ってるので、球児監督に求めるのは優勝しかない。選手に絶対的なリーダーを育成してほしいな。野手は大山なんだろうけど、ちょっと優しい感じというか、森下や前川みたいな闘争心を出すタイプがリーダーになってほしい。藤川球児新監督よろしくお願いします。確かに指導者経験ないけど、他の OB たちはバラエティ番組とか出まくってるのに、球児は全く出ず、阪神のために身を削ってやってくれたのはよくお聞きしてます。コメントを読むと、もうすでに覚悟が見えました。岡田監督の色を受け継ぎ、藤川色を足して出していくのでしょう。まずスタートはそこでしょう。その中でいろんな考えも出てくるでしょうし、藤川監督として思いっきりやってほしいです。当面の仕事はドラフトだけど、投打に即戦力になる人を採用してほしい。秋キャンプでは幾人か若手を掘り起こしてレギュラー陣に刺激を与えてほしいね。来年のキャンプでは全員奮起させるために現レギュラーに固執しない見方をしてほしい。自信満々とは思わないですが、初めから自信なさげでは受けたのでは意味はないので、阪神の新人入団発表の時のように大きなことを言えば良いと思います。藤川監督楽しみ。会見でのコメントも胸に染みる言葉が多いね。でも選手は監督を一面にしないように、監督が地味に映るぐらい活躍していかなあかんよな。今いる選手の底上げも大事ですが、完璧はありませんから、念のために外国人の強打者もウィンターミーティング後に藤川監督の目で獲得をお願いいたします。これは強いタイガースになりそうだね。指導者としての能力は高いと思っていただけに、指揮官としての藤川監督は見もの。来季はとりあえず若手欲しい育成ですね。どんどん経験積ませて2年も3年も優勝できたら嬉しい。若さに闘志が溢れていた素晴らしい会見。今から藤川球児監督の采配が待ちきれません。このチームに安泰はない。常に競争、刺激を入れる必要がある。球児のやる気のあるのはわかるし、頑張ってほしいけど、あのコーチ陣で勝てるか。悠長な解説のようにいくかな。お手並み拝見ですね。期待してます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。